ずエビかな。その惣菜だけ取って。これ何？子供のやつだよ。ああ。子供が自分で入れて、なるほど。唐揚げの全部。これ何？シール、名前のシール作ってくれる。卵焼き、タピオカミルクとクリームのやつがある。お茶飲んでみたいね。台湾の。ウロン茶とか。台湾オリジナルじゃんね、これね。そうそう、これ台湾オリジナル。あとこれパッションフルーツのお茶もある。へえ。吃冰淇淋什么的。他不要吃，他原本还要去买早餐。哦。現場で食べよう。何やる？あんた好きなやつじゃん。え？これやん。こう爪楊枝でこうサザエ、サザエ。色やばくない？緑とか。あの醤油とか。あ、見てわからない。初めて見た。嘘。お、すごい回る。全部食べきれてないの。俺もだよ。多すぎて。あったあったあった。なんてこった。あ、そう、これ私飲もう。薬膳の。あ、見てね、これ。すごい、具材入ってるな。おー、温まりそうだね。食べきれないから、ちょっと。全然ここ来てなかった。そう、サラダたくさんある。そう、私の母めっちゃ食べてるね。あ、女性これ美味しいよ。あ、めっちゃある。うん、ある、あるってことか。あんた知らなかった？結構油多いから。で、大体これをなんかネギとか入れるの。すり大根。で、これ多分お店のオリジナルのソース。
結構いろいろ入ってるね。結構いろいろ入ってる。うん、薬膳スープ。あー、これは私もわからない。個人的にはと取った方がいい。なんかそのまま入れる人もいるけど、私そのトンチで突っ込むの違うの。中に真ん中こう、そう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 、端っこで押すの、端っこを押すの、わかる？なんかあのカニカマみたいな感じなの。え、あんた食べたことない？あるよ。なんでわからん？え、あれでしょ？ほら、今どこ行くんだ？あ、どこ行くんだ？三井アウトレットパーク、リンコ。お、リンコはどこにあるんだ？リンコは海西と桃園の間で。へえ、今回初めてなのか？初めてだよ。リンコはここ最近人住む人が増えてる。へえ、よく知ってるな。だから多分アウトレットもできたと思う。そうなの？今回は何が目当てなの？今回はアウトレットを見に行くだけ。じゃあ何も買い物しないの？何かいいものがあれば買い物するかもしれない。なるほど、わかりました。あそこが MRT、 これが臨港バスステーションで、この先にアウトレットパークがある。これ偽物なの？そう、桜は全部違う季節のお花なんだけど、全部一気に飾ってる。当然なんか写真専用だって。食事とかここでやらないでよ。なるほど。雨が降ってるからあれだね、アジサイがよく似合うよ今日は。ほら、店は変わるし、これ多分夜になったら点灯するの。あ、イルミネーション。椎茸と鶏肉の煮込みスープ。そのままそのまま。これ、この日本語版はとりあえずエビが入ってる。うまいな。うまい？うん、うまい。香港の煮込みスープめっちゃ有名なの。めっちゃうまいよ。鶏のエキスが感じれるでしょ。鶏とかいろいろホタテとか入ってる。ホタテ入ってるの？掘り起こして。こんな感じ。うんうんうん。これと一緒につけて食べるの。どうぞ。え、これ絶対熱いでしょ。うん、熱い。今は5時30分。